はい、全世界怪獣ソフィーファンの皆様お待たせしました。ソフィー怪獣惑星第12回、さあテンション上げていこう上げていこう。疲れたよ、暑いよ。というわけでね、はい、今日はジラースです。ご覧ください、このジラース、これね、これね、まあね、皆さんね、こう横から見て前から見て分かってる通りね、元はゴジラなんですよ。ゴジラくんね、背中もそっくりである、そっくりである。はい、どっちか行くかな。まず話の方から行くか。ですね、このジラースはあれですよ、なんかネスコからこうネスコにいて、で地のもんなんですよ。いちゃった系の怪獣なんですよ。で博士が、で何博士だったっけ、忘れたけどさ、博士が日本に持ってくるんですよ。ネスコさんなんですよ。ネスコのネッシーではない、ネスコのゴジラ的な怪獣みたいな。で、こいつの卵を持って帰ってきて、大事に育てたっていうね、博士がね。で、それがどんどん大きくなって怪獣化していって、で、まあ、普段は湖の中にいるんですけど、まあね、夜になったらご飯を食べに出てきて、こう、博士に飼い直されて、ペットなんですよ、こいつ、ペット元は。ジラースはね、ペットなんですよ。で、ね、で、釣りの客がね、なんだっけ、なんかこう、薬品を、釣りをするために、ね、薬品を撒いたら、こいつが活性化して、わーって出てきて、活性化だったかな、わーって出てきて、まあね、ウルトラマン戦うっていうね、話なんですよ。で、まあ、こうなんか襟巻きがついてるじゃないですか、これね。ゴジラに襟巻きついちゃった版なんですよ、このゴジラにね。襟巻きついちゃった版なんですけど、これ襟巻きね。を、こうウルトラマンに剥がされ、そして、こう、なんていうの？なんちゅうかな。その当時、ゴジラとこうウルトラマンの戦いって、やっぱりこう、少年たちはこう、やっぱりこう、なんですかね。やってほしいっていうか、ほら、これ東方じゃないですか。東方と円谷だから、こう実現しない戦いなんですけど、ね、子供たちは、当時の子供たちはね、もう、まあ、ゴジラとウルトラマン戦ってほしいみたいなさ、ところがあったのを、なんとね、ウルトラマンの中でやってしまったと。で、これゴジラだから、もうほとんどこれ絵に巻きついてるだけだし。で、なんならこいつゴジラの着ぐるみの改良版だし、みたいなね。で、最後は、あれですよ。ウルトラ霞ギリかなんかいうなんかね、スペシウム光線とも八つ崎降臨とも言えん技があるんですよ。なんか、霞ギリみたいな。それで、こう、バスッとやられて、口から血をですね、こっから血をダラー流して、ぶっ倒れるんですよ。で、ぶっ倒れたところを、途中でね、あ、そうそう、ウルトラマンにこの襟巻きを剥ぎ取られちゃうんですよ。ビリビリビリって。で、倒れたジラースに、ウルトラマンがこの取った襟巻きをね、かぶせてあげる。で、博士はさ、これをずっと育てたわけじゃない。で、育てた博士が、もうね、悲しむというエンディングですね。この話もね、なんかね、こう途中の戦いがこう、例えばほら、ウルトラマンでゴジラみたいなね、ちょっとコミカルな感じの戦いっていうかさ、になってるからさ、ちょっと、なんかね、そんな感じなのかなと思われがちなんですけど、なんていうかさ、なんていうかな、その、ちょっとね、ヤバめのさ、この博士が、もう純粋にこのね、ジラースを愛してるんですよ、この怪獣をね。それがちょっとこう、ウルトラマンにやられてしまうっていう、ちょっとね、悲しいんですよね。悲しい話なんですけど、その途中のなんか、襟巻き外されたりとか、そのゴジラ対ウルトラマン的なね、
あの構図がね、うん、なんかどうなのみたいな話ですわ。そんな感じで、この間猫の鉄砂師に、言われまして、もうちょっとこうソフビのね、ソフビの情報をくれと、ソフビの情報をお前言えよと言われて、確かにと思いました。確かに何の情報もないっていうね。これはですね、95年の、ウルトラバトルゾーン、ですね、セット売りのやつですね。これと、このウルトラマンと、このジラースのセット売りの、タイプのジラースです。はい、ご覧ください。色はですね、ちょっと、こう、なんですよね。まあ、金色がね、差し入れで入ってて、まあ、ちょっと光沢のあるソフビで。ソフビ自体は若干柔らかいですね。軟質のソフビです。ちなみに98年、この後に EX 版としてジラースは出ます。で、その時のジラースはもう少し黄色みが強くて、ですね、若干マットな仕上げになってますね。こういう光沢がちょっと抑えられてる、ソフビになります。で、これは、こっちの方は95年の、バトルゾーンの時の、ソフビですね。ですから、今現存するこの怪獣、ウルトラ怪獣ソフビのジラースっていうのは、このバトルゾーン版か EX 版2種類しか出ていません。まあ若干これレアですよね、だから。特にバトルゾーン版は若干レアだと思います。あの EX 版のですね。市販、普通に販売されてないんで。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、大丈夫かな。はい。ちゃんとちょっと情報を言えたぞ、今日は。よし。じゃあね、次の怪獣。何しようかな。有名怪獣が続くぞ。ちょっとマイナー路線に行きたいな。うん。はい、じゃん。じゃあね、シーボーズ。これは怪獣墓場だったかな。で、お会いいたしましょうね。それでは、シーボーズでお会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。